しゃ。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここからどこに行きますか。ここからまあジムに行ってちょっとトレーニングしてね、それからちょっとパチンコをやりたいと思います。はい。楽しい時間になると思います。One day じゃない。This is Family Time Vlog Series Special Effects on Background Music on Roll the Intro. What's up, everybody? Welcome to Family Time.今日は特別ゲスト宇佐強よしや選手、宇佐強よしや選手、知らない方はライゼン海藤選手とも戦ってます。 J ネット新人を優勝して、おお、スピーキングオブザデボーいました。こんにちは、今日よろしくお願いします。ちょうどいいですね。あ、マジですか。お世話になります。あ、ちょうどいい。じゃあまあせっかくなので宇佐強よしや選手です。自己紹介っていうか、はい、自分のすごいところを宇佐に言ってくれ。テッサイジム所属の宇佐強よしやです。次12月5日にレベルス59で、大谷選手と、次期挑戦者決定戦で対戦します。自分のストロングポイントはもちろんうざさとスピードあとはバックハンドブローです。バックハンドブローいろいろ当てるために試行錯誤して練習頑張っていくんで、今日はよろしくお願いします。うわ、楽しみです。次重要な試合なんで頑張っていきます。重要な試合なので、はい、すごい熱い練習してると思うんですけど、それを皆さんが見れます。ファイクラブ428で練習しますけれども、はい、ファイクラブ428ってすごい怖い総合格闘技の、女子選手がいるって聞いたんですけれども、はいはいはい、多分ちょっと今日中にいるんですか。いそうな感じですけど。いやー、ちょっと緊張するね。それもし行ったらどうしようかっていう。女王がいそうな感じがそうなんです、はい、女性なんですけど自分をキングって呼ぶんです。はい、しかも冠つけるんです。そして僕の同級生なんですよ。あ、そうなんですか。高校の、はい、同年代で同じ高校に通ってて。 OK、はい、じゃあ今日は宇佐強よしや選手の後ろに隠れて入ります。 OK、 ちょっとよろしくお願いします。行きましょう。初めてチーム入るとやっぱりちょっと緊張しますね。うん、怖い。 Wow、 Look at this、 知らない。僕がチームでチームバー、チームとバーが一緒になってる感じ。ありがとうございます。邪魔したくないんで、はい、普通通り。はい、タイの先生とかもすごいミット持ってくれて。あ、ここですか。はい、あと先生今日あれですか、カズマ君来ないですか。さっき言ったら、あ、今買い物中です。さ、この時間大体買い物。はい、じゃ先生がタイリングトレーナー、はい、でバーのマネージャーとかはもう何時くらいから来るんでしたっけ。カズマ6時。あ、じゃあ別なんです。はい、いや、次大谷選手やってますよね。ああ、そうそう、大谷選手。大谷選手と僕も試合して。ラスト一本。おお。そのすぐ後に宇佐強よしや選手とやったと思います。最初一回やって感想はどうですか。どう思いました。僕でもアマチュアの時に一回やって負けてて。あ、そうなんですか。はい、アマチュアの時負けてて、プロでやったのがリベンジマッチみたいな感じで。ああ。あの時はやったんですけど、それも最初にうまい感じにダウン取れて。いいリズムでやれたんですけど、大谷選手も強くなってるし、自分も多分強くなってると思うので、そういうところは楽しみです。スタイル的に大谷選手はどういうスタイル？結構じわじわ来て、パンチで仕留めてくるような感じなんで、ちょっとパンチはあんまもらいたくないですね。結構強そうなんで、いろいろ秘策をいろんな方と一緒にやってるんで、問題はないかな。ラブルマッチですね、3回目。そう、ここで、ここがもう決着ですよね、一勝1敗なんで。決着ですよね。ここで負けたら。次期挑戦者のね、はい、ラバーマッチ。いいですね。勝てばタイトルマッチなんで、さあ、亮太郎選手と。大谷選手、多分180いってると思いますか。ですよね、178から180ぐらい。で、宇佐強よしや選手は僕は169ですね。はい、10センチほど違う。違う、リーチは相当差ありますね。あー、10センチ。はい、ね、結構、だから。かなり困りますか、やっぱり10センチ違うと。僕、ライト級だとやっぱ、僕らの身長だと結構、そうですね、リーチ的に結構嫌なんですけどね。そこはまあスピードとか、まあ、うざさとか、ね。今日のトレーニングプラン、内容は何ですか。プランは今日は、はい、ここに来たんで、まずシャドウとかから
体温めるの始めて、大体いつもシャドウやって、対面シャドウやって、で、まずスパーリング、あの海峡内選手、いる選手たちをやって、さ先生のミット持って、最後ちょっとサンドバッグ、ラッシュしたりって感じのメニューで、うん、まあ、オーソドックスな感じのメニューで、はい、まあ、一番の気は先生のミットなんで。じゃあミットがメインっていうところ？そうですね、あとマスとミットがメインって感じ、うん、はいはいはい。で、そこからまた、はい、テッサイジムの方に。そうですね、一回ちょっと食事して、夜ちょっとテッサイでまた最後追い込みやろうかな。テッサイジムでまたそれから追い込みですか。ちょっと今日は気合い入れて頑張ります。明日も朝から走り込みなんですよ。うわぁ、そうなんです。このみんなで、800m とか。あ、そうなんです。陸上。そう、陸上トラックみたいなところがあって、いつも一緒に。でも、経験あるんですよね。陸上高校の時に経験してて、でもすごい中途半端に痩せてて、でも足が速いんですよ。キックボクサーの中だと速いです。あ、そっか。めちゃめちゃ速いですよ、マジで。うて、思いましたよ。速そうですよ。明日、そう、明日陸上部の後輩呼んでるんで、たつまくん。え、明日陸上部の後輩呼んでるんで、引っ張ってくれますよ。キックじゃないの？はい、走りで引っ張ってくれるっていうんですよ。2分30ぐらいで引っ張ってきます。まあ、OK。ということで。はい。ちょっと縄跳びから僕もやっていきたいと思います。よし。はい。じゃあ、行きます。
対応できるかな、すげえ。プレッシャー。パワー。パワーですね。パワー。ダーク。おい。Hooks are in. Hooks are in. Yeah. Ah. 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 Ah.練習終了、まあ、はい、始め1回目の練習終わりましたね、はい、疲れ様でした。お疲れです。これからはどこに向かうんですか。ちょっと筋肉食堂で。筋肉食堂、筋肉食堂、筋肉食堂って、はい、ちょっとあそこ道玄坂を登ったところにあるんで、はい、ちょっと行ってみようかな。前からちょっと 気になっててあんま行ったことがないんで。なんかヘルシーメニューって、はい、それで筋肉、あ、なるほど、ちょっと減量もぼちぼち始めるところなんで。あ、減量、はい、減量きついですか。減量なんか前まではきつかったんですけど、今回はなんか自然に練習してると。大学が今ないんで、はい、その時その分練習できるんで、あ、自然に落ちるような感じで、はい。あ、何キロか聞いてもいいですか。今67とかですね。あ、で試合は試合 61.2 なんで、6… 普段は70キロぐらいだったんですけど、前まではちょっと太ってたんですね、多分。6キロを、はい、で1週間ぐらいで落とすんですか。そうですね、2週間ぐらい今回あれば普通に、あとはストレス溜まっちゃうんで普通に食事しようかなと思って。まあ、筋肉食堂も食べて6キロそのままパッて落とすんですね。大変ですね。もうお腹ペコペコっすよ。あ、すぐお腹減るタイプですか。すぐお腹減る。食いしん坊なんで、だから太っちゃう。俺もそうなんだけど。でも練習の後たまになんか全然お腹空いてないっていう時とかないですか。あ、もうやりすぎるとなりますね。あ、なんかすげえきついのやると吐きそうになっちゃう。お、シュートボクシングのポスターが出てる。お、シュート、こう、お、お風呂。あ、カイト選手だね。カイト選手負けちゃいました。しかもすごい強いですよ。この見ました見ました、この試合。ファイターも痛い。あー、そうそうそう。いやー、勝ってほしい。カイト君優勝してください。僕こんななんか筋肉食堂押してますけど、来るの初なんですよ。そうですか。でも噂には聞いてたんですね。腹ごしらえしてまたもう一個の練習に備えてちょっと行ってみます。はい、筋肉食堂初体験で、なんかプロテイン乾杯ありますか。プロテイン乾杯。お疲れ様です。これからもう一回練習しないといけないですけど。前筋肉食堂って言いながら生ビールとかですね。で、まあ、普通に多分ね、絶対に普通のレストランですよ。僕で、あ、でもね、カロリーも全部書いてくれて親切ですけれども、誰にも言わないで、これ絶対間違ってる。だって料理してる人によるじゃん。あ、油これぐらい、ボォー、確かに。そう、ファミリータイムに1日密着してもらってます。ブログタイムです。筋肉食堂、筋肉食堂、筋肉食堂。特に試合が決まると、なんかこの食べ物は絶対食べちゃいけないっていうのはありますか。ラーメンとかマックとかはやめて。辛いのが好きですか。辛いのと、辛いのあとチーズとか好きなんで、チーズトッピングバーって入れて、カレーヌードルとかね。あ、カップ麺にチーズ。カレーヌードルとかに。マジか。これシーシーオフで。何味？カップ。僕のおすすめはカップヌードルカレー味にピザ用チーズとか、あとカレー飯ってやつとかにピザ用チーズとか。ちょっといやってみたいっていう。どうやって名前がついたんですか。これ会長が最初、僕が、あの、さっきのボクシング見てもらえれば分かるんですけど、結構うざくないですか。確かに。バンバンってやって、バンって打って来いよみたいな感じでやって、めっちゃ昔からそうで、始めた時の生意気で、結構高校生とかで始めた時もそうで、連れてたら、これうざいなみたいな感じでやって、その後に俺めっちゃアドバイスを聞くんですよ。ボコボコにした後に会長とかに、どう良かったっすかみたいな。でまあ、僕は結構その本当に強くなりたいって聞いてるんですけど、まあ、よく考えたらね、結構うざいじゃないですか。まあ、ちょっと天然に、はい、それでなんかまあうざつくつけてもらって。ああ、じゃあ会長がつけてくれた。逆にそこをなんかまあ面白く扱ってくれたんで。
ごちそうさまでした。筋肉食堂、まあお腹いっぱいですね。本当にだってタンパク質ってすごいお腹いっぱいにあるので、そう、もうまずもうこのまま帰って寝ていいですか。これから鉄砕ジム、そう、鉄砕ジムに移動してちょっとまた最後練習して、大変だね。でも明日の走り込みのことを考えると、ちょっと練習したくなくなってきました。もうお腹もいっぱいだし。明日走り込みか。明日は走り込みです。テサイジムに向かいます。イエイ。We'll see you there。お願いします。到着です。ちょっとまだお腹がな。ちょっとまだですよね。でもとりあえず。1時間しか経ってないし。まあ、練習やって、なったらもうごめんなさい、マジで。キラキラキラ、いやいや、キラキラが出てくるんで。大丈夫、ちゃんと動画ではキラ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 ダイヤモンドみたいのがいっぱい出てきたっていう。だったらもう OK。ここの地下1階が僕の所属する鉄砕ジム。高校生の時から入門してずっとやってます。 Alright! 後ろに行きましょうか。はい、じゃあちょっと一緒に行きます。失礼します。今ミット打ってるのがジムの会長のこいつ会長。会長は、そう、会長。しかし挨拶は。で、あのミット持ってるスキニーペイ。そう、モルボット選手。モルボット選手。じゃあちょっと今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。同じ着てるんで、あ、ちょっとテロップとか入れてください。帽子かぶる。モルボット。どうやってモルボットって決まったんですか？解明マッチみたいなのがあったんですけど、試合に負けてしまって、最初なんかハムスターっていう候補があったんですけど、気がついたらモルモットになってました。浜本キャット選手って知ってた？ああ、キャットに負けたから、はい、モルモット。ハルモットキャット選手強いから。大丈夫。うん、いや、今度新しくモルモット。なんガウンの諸本用をちょっと本人作ったらしいです。その気になってる。それいいですね。このままこのキャラで。会長は今45歳で。そう、知ってますよ。バリバリで。うん、あのなんいつだったっけ、怪獣で会いましたよね。そうですね、前に出てきた時に、はい、試合見てファンになりました。はい、すごいワイルドな試合してくれて。そう、心が揺らぐ、体が揺らぐ、君を This my song, not alive unless we dream. ほんとびっくりして、って思ってて、でも面白いなと。練習を最後、決めて。よし、頑張ります。なにこれ、都会暮らし、ノリノリ、モリモリ、まだ上がりバッチリ、はっきりパンチ、まだキレキレ。この感じどこまで so psycho I know I can be who I wanna be 歌詞つなぐ MC 毎日朝から繰り返し声出し立ち足前向き感じる効果ピリピリおはようございます起き上がり自然界今回毎回 every time Keep up the rhyme keep up the shine キラキラ書くペン書くライム書く線線より強いスピーカーありなしまだ来てこい Don't lie 嘘一番大嫌い以上はい、はい
習終了です。練習終了。終了。あ、疲れ。いや、見てるだけで疲れましたよ、本当に。あ、でも明日走り込みなのマジちょっと憂鬱ですね。あ、走り込みはやっぱりちゃんとこの日はこういうトレーニングするって計画立ててますよね。あの他の多分レブルズのインタビューであのこのノートとか出して、あ、毎回練習の後こういう例えばガードを上げたり蹴ったり、あとはノート取ってます、ノート取ってます、持ってきてますか？持ってきます、持ってきます。常日頃一応バッグには入れてるんで。じゃあ練習毎回持っていってるんですか？そう、一応練習持ってって。で、すごいところはこれ、ノートブックなんです。携帯にノートできるんですけど、そう、これもう実際に機械音痴なんで感想とか書いてるんですか？アドバイスとか書いてる。なんか練習行く前にちょっとチラッと見るだけで頭の中で動き出たりする。何も考えずに結構練習行っちゃう時ちょっとなんか動けないんで、ちょっとこれチラッとほんとバーって見るだけなんですけど、見たら、じゃあ集中っていうか、そう、これが、うん、集中できる。そうですね、小さい細かいところに集中できるんで、例えば昨日ガードかかってたから今日はガード上げて、そうそう、そんな感じでいろいろ便利ですね、ノート回路。すごいですね。大谷選手に絶対盗まれないこうやって帰ろう。でも本当にあの真面目ですね。動画に載ってないと思うんですけど、最後にちゃんとあの筋トレ、小さい筋肉を鍛えたり、めんどくさい筋などをやったり、最後までちゃんとやりましたので、頑張りました。いや、応援したくなる選手ですよ。ありがとうございます。ふざけてばっかだけど、ちょっと真面目なところもありますよ。じゃあ今日の動画はここまでにしますかね。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。レボス59、はい、日にちはいつですか？12月5日。12月5日、後楽園ホール。後楽園ホール、大谷翔士と。大谷翔士と。時間はね、夕方で、まだ試合順が決まってないんで、はいはいはい、また決まったら SNS とかで更新するんで、皆さんぜひチェックしてください。そうですね、なのであのインスタ、ツイッター、フォローしてください。フォローお願いします。そこに出ますよ。チケット欲しい方は、はい、どうすればいいですか？あ、もうツイッターとかインスタグラムで DM くれれば手配するんで、よろしくお願いします。はい、僕チケット欲しいです。あ、本当ですか？本当に欲しいです。じゃあまた手配しておきます。皆さん、宇田吉也の試合を見に行きましょう。わー、楽しみですよ。勝つよ。楽しみ、本当に楽しみ。勝つよ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画はここまでです。この動画好きだったらこの This ボタン、これね、これをスマッシュしてください。で、その登録ボタン、それもスマッシュしてください。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さん、トレーニング頑張ってください。練習頑張ってください。 See you again soon. Bye bye.